ということで、H2A ロケットということですね。指針量の高い大型出力ロケットとして、導入されているものでございますけども、宇宙ニュースということで第8弾をお届けしていこうかなと思います。この H2A ロケットというのがですけども、2001年から運用が開始されまして、人工衛星、探査機の打ち上げミッションを継続的に支えていると。で、2007年の打ち上げ事業というのは三菱重工、株式会社に、移管されて、JAXA で打ち上げ、安全管理業務、飛行時や通常の安全確保などを行っているものということでね。H2A ロケット40号機、いぶき2号ということで、これがですけども、まあ、10月29日にね、2018年にこう打ち上げられたわけでございますけども、ね、この時は正常にこう分離したというところでございますけども、あって、これこう何度かこう失敗をこう繰り返してきたわけでございますけども、今回ですけども、2023年、三菱重工が、作り上げました H2A ロケット47号機、鹿児島県の、種子島宇宙センターによってから打ち上げられたわけでございますけども、探査機と X 線天文探査クリズムは約48分後に、それぞれ予定軌道に投入され打ち上げは成功した。いずれも正常に機能しているということでございます。ということで、ございまして、なんとこの H2 ロケットというのが、見事打ち上げに成功したということで、基本的に成功率は合計で 97.82% と比較的成功率はね、高い、ロケットではございますけども、成功ということでね、ございまして、まあ、また宇宙開発にさらなる一歩をこう踏み出せたのかなと思いますけどね、結構日本産のこうロケットっていうのはね、結構失敗がこう多くて、他の海外なんかと比べるとね、まだまだ技術の進歩っていうのはちょっと出遅れてる印象は受けたわけでございますけども、ただこの三菱重工ね、この H2A ロケットっていうところで見ていくとですね、比較的、成功はしやすいというところはありますけども、今までこうね、ずっとこう活躍し続けてるということで、でこの H2A ロケットなんですけども、来年度2024年度をもって、現役を引退ということになって、25年間ですよね、約25年間、この活躍し続けた H2A ロケットも、もう間もなく引退ということにあたるということでございますけども、宇宙開発に向けて、この H2A ロケットっていうのは、さらなるその技術の進歩だったり、開発の研究に、役立てるその材料というのにはなったのかなと思います。ということで、まあ、宇宙の神秘ということでね、またこうロマンが詰まったものではございますけども、宇宙についてはまだ分かっていないことがね、非常にこう多いんですよね。ほんの一部だと思うんですよ。で、地球に関してもね、分かっていることっていうのも少なくて、地球のこう出来上がり方、あとは月の起源ですとか、そういったものは宇宙を見ていかないともそれは分からないということで、その月をね、巡るその探査っていうのがね、今後役立てていかれるかなとは思います。かつてね、あのアポロっていう、ですね、探査機が、まあ、一番有名ですけども、これが月の探査に乗り入れたところから、また日本でも月の、届く、ロケットっていうのをこう開発していたということでございまして、これが成功したということで、まあ後々にね、人工衛星とかもそういったのもね、他の惑星にも、乗り入れると思います。